はい、えー、8月9日、水曜日です。8月9日、今日実は誕生日だったりするんですよ。えー、水曜日、えーっと。自分が生まれた時も確か水曜日だった気がします。はい。で、えー、っとですね、それでですね、アミティっていうアプリがあるんですね。えー、っと、音楽 SNS と言えばいいのかな。Apple Music と連動してて、Apple Music で聴いている音楽を 共有できるみたいな SNS なんですね。まあ、その中でですね、えー、まあ、バースデー、誕生日にちなんだというか、まあ、誕生日に聞くべき曲を教えてくださいっていうようなことをですね、書いたりしまして、えー、それにいくつか、えー、曲をですね、教えていただいたりしたので、今日はそれを流そうかなと思います。全部で、まあ、自分がピックアップしたのも含めて6曲流したいと思います。まずは、 ビートルズでバーーースデー、はいえー、ビートルズのバースデー2 0 1 8ミックスです。まあこれは私が選んだんですけどね。はい、まあこの年になるとこの年になるとって言っても、まあ、51ですけどね。はいえー、誕生日に対して思い入れはないんですが。<laughs> はい、まあ、こういう曲をね選んでそして選んでいただいてテンションが ちょっと上がったという感じですね。はい。あと今ちょっとケーキも食べたしというとこです。<laughs> はい。えー、続いてはですね、えー、これはね、あの、アミティの開発者、アミティというアプリを作ってる方、えそ、ー、う、あさのさんですね、が、えー、ピックアップしていただきました。コメントとしてはですね、不穏、 じゃ、ない曲。不穏じゃない曲で思い浮かんだのはこれかなと。不穏な誕生日ソングって何でしょうと思いながらですね、えー。かけたいと思います。サザンオールスターズで、ハッピーバースデー。はい、えー。サザンオールスターズ、ハッピーバースデーですね。アルバム、鎌倉に入っている曲ですね。鎌倉、1985年にリリースされた曲ですね。この曲はどうなんですか有名なんですかはい。あのーまあ、サザンオールスターズ、日本を代表するアーティストですが、 はい。皆さん、感づいていられるとは思いますが、私がほとんど通ってないところです。<laughs> この曲も初めて聞きました。いや、サザンオールスターズはね、ほんと通ってないんですよ。まあ、テレビとかで流れてくるやつは知ってるけどっていうぐらいね。はい。ハッピーバースデーという曲でした。えー、続いてはですね、そう、井上美香さんからも、えー と曲を選んでいただきました。まずはスタンダードすぎますが、ということでいただいております。スティービーワンダーでハッピーバースデーはい、えー、スティービーワンダーでハッピーバースデーという曲ですね。これも有名な曲でして、私も誕生日ソング。結構、これは上位に思い浮かぶ曲ですね。で、なんと、ミカさんからはもう一曲。はい、えー、いただいてます。 何のひねりもなくてごめんなさいという風にいただいております。松東屋由美さんで誕生日おめでとう。はい、えー、松東屋由美で誕生日おめでとうという曲です。この曲も初めて聴く曲というか、松東屋由美もほとんど通っていないところです。今回だからね、進めていただいた曲が、私の知ってる曲と知らない曲がいい感じで、はい。 これあの、進めていただいた順番に並んでるんですけども、あのー、なんとなくバランスいい感じで。で、あんまり、サザンとかね、松田由美さんも聞かないんだけど、こうして聞くと、あ、なかなか音が、音作り面白いなとか、うん、80年代のちょっと音だなとかね。えー、で、ちょっと前に、えー、ディグトリオっていうポッドキャストがあるんですね。3人でやってるポッドキャストなんですけど、 これはバンドとかもやってんのかなそのディグトリオでちょっと前に、あの、細野晴臣さんの特集を何回かに分けてやっていて、そこで松戸由美さんの話とかね、あの、あの、旦那さん誰だっけね、その辺の話が出てきたりしてて、で、ディグトリオをね、あの、ミュージックトークで音楽流しながらね、はい、やってるので、音楽も流れてきてて、ちょっとこの辺の松戸由美さんの曲とかもね、 あの、ちょっと聞いたり、ちょっと前してて。<laughs> あの、興味はあったんで、ちょっと嬉しかったですね。で、えー、っと、そう。普段聴かない曲、こういう、ね、きっかけで聴くと、それはそれで面白いな、というふうに思っております。で、次がですね、えー、っと、こちらは、ひさししさん。で、いいのかな 久ししさんこちらも、あの、アミティでね、はい、えー、フォローしていて、教えてもらえた曲ですね。えー、今日は、僕の残りの人生、最初の日という、この曲の歌詞を誕生日のことだと捉えましたということで、えー、教えていただきました。曲は、プリンスで、The Rest of My Life。はい、えー、プリンスの Rest of My Life という曲です。この曲かっこよくて好きなんですけども、 えっと、そんな誕生日にも合いそうな意味深な歌詞なんですかね。相変わらず歌詞は全然気にせずに聴いているんですが、ちょっと歌詞見てみようかなと思いましたね。プリンスはかっこいいですね。はい。続いてが最後となります。こちらも日本のアーティストで私がほぼほぼ聴かないところですが、あ、こんな楽曲なんだと、ベースがかっこいいなと思いながらですね。えー、これはマーヤさんから頂きました。 えー、ハピバスデー、こんな曲どうでしょうということで、人生を振りかぶって、という風にいただいてますね。えー、絶対聴かなそうなのを選んでみましたよ、ということでいただきました。えー、スターダストレビューで、スパイスオブライフ。はい、えー、スターダストレビュー、スパイスオブライフですね。スターダストレビューも、えー、通っていないところですが、聞、えー、あのー、聴いてなさそうなところっていうのはもう正解ですね。 いや、けど、なかなかかっこいいなと思って、ね、はい、なかなか今回楽しかったので、ミュージックカーのトークにしてみましたけども、まあ最初のビートルズのバースデーから始まり、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、そして誕生日おめでとうという曲の後、The Rest of My Life、そしてスパイスオブライフと、最後ライフで終わりましたね。なかなか、すごくこのバランスいいなと思いながらですね、6曲流しました。はい。 えということで、皆様ありがとうございました。えー、引き続きよろしくお願いします。ということで、ポトフでした。じゃあね。